東日本大震災を機に常日頃から災害に備えようと都内各地で教会防災ネットワークが立ち上がり、定期的に集まって防災の学びをしたり、教派を超えた交流を深めながら防災意識を高めています。そして去る8月30日には東京都東久留米市にあるクリスチャンアカデミー・イン・ジャパンを会場に NHK 教会防災ネットワークによる防災講演会が開かれました。 NHK とは新座、東久留米、清瀬の頭文字を取った呼び名で、2013年に発足して以来、防災をきっかけに教会同士の結束も高まってきています。当初は3つ4つの教会だったんですけども、次期震災に備えた教会の取り組みということで、互いに普段ですね、顔をこう見せない教会同士がですね、そこに集まって防災の取り組みなんかについて話し合うことによって、少しずつですけどネットワークの輪が広がってきています。まあ、そこにまたミッション系の学校だとか幼稚園も加わってきて、その輪が広がり、また地域との徐々にですけども結びつきもできてきて、防災っていう点で互いにですね、一緒にこう関係が深まっていることはキリストの体として感謝のことかなと思っています。はじめに学校法人自由学園危機管理本部の箕田啓二教諭が防災についてのプレゼンテーションを行いました。まず私たちが今置かれている現状を、過去の震災の歴史を振り返りながら説明しました。これまでの大規模な地震の活動期は短くて15年、長くて30年間続きました。この平成の時代は阪神・淡路大震災からの30年を見ると、2025年まで地震活動が継続してもおかしくないのです。しかし私たちはいくら震災が起こると言われても、何もなく過ぎる日々に危機感が遠のき、防災対策に至らないものです。でも起きてからでは遅すぎます。震災への準備を怠らず、どうか助ける人になってほしいと箕田氏は訴え、そのための具体的な対策について語られました。ベースはそのお一人一人がどう他の人のために力を出していこうかという気持ちになられて、どれだけ力を出してこう実際動くかということだと思いますので、こういった形で一つの集まりが始まって、でそこにこうやってたくさんの方たちいらして、またそれをそれぞれの方に持ち帰っていただいて、でやれることを始めるという形につながっていくということを考えると、こういう形で皆さん集まってきたというのも非常にありがたいなというふうに思います。 NHK 防災講演会2回目の今回は、岩手県北上市から北上聖書バプテスト教会牧師で 3.11 岩手教会ネットワーク事務局長を務める佐々木正樹牧師をお招きしました。講演タイトルの教会その先へ、支援の現場で見えてきたこととは、佐々木氏が支援活動をしながら改めて考えさせられたテーマであり、それは教会の宣教使命と災害支援との関係でした。震災直後、早速多くの教会や団体が国内外から支援に駆けつけました。しかしその一つに、この大災害は神からの警告だと言って現地の人々を驚かせた団体があったり、今こそ御言葉によって支えようと聖書やトラクトの配布、支援物資に御言葉カードを入れて届けるという団体がありました。結果すぐに現地の人たちから、宗教関係のボランティアはお断りと張り紙をされたり、支援活動を布教の隠れ蓑にしていると批判されたといいます。現地の教会は支援団体に事情を説明し理解してもらったり、御言葉カードを包みから取り出す作業をせざるを得なかったといいます。しかし佐々木氏もキリスト者として、牧師として、希望なくした被災者の皆さんに福音を信じ救いを得てほしいという願いは同じです。そういったさまざまな背景や考え方に触れるうちに、教会の存在意義と使命を今一度考えさせられたといいます。 3.11 岩手教会ネットワークは一切福音を語ることは控えてきました。しかし年月が経つと、いつになったら伝道に切り替えるのか、教会の働きになるのかと言われるようになりました。そこには支援活動というものが
教会の本来の活動とは違うという発想があるように思われました。佐々木氏が葛藤を覚えつつ思わされた大切な神の教え、それは隣人愛でした。支援活動とは愛を実践する一つの形であり、伝道の成果を考えず、とにかく愛するものとして使えるということ。聖書はあなたの敵を愛しなさいとまで言われるように、家族友人はもちろん敵であっても愛することを示し、彼を受け入れ良いもので満たしていく、それがクリスチャンとして召されたものの原則的な生き方ではと主張しました。この愛によって互いの関係性が発展し、心が通い合うことがあります。そんな信頼関係が築かれるときに、相手の心の領域、境界線が広がるのです。愛することでより深い魂へのコンタクトが可能になったときこそ福音を語るときです。佐々木氏はそれまでの伝道活動が愛を与えるのではなく、教会に来るきっかけを与えているに過ぎなかったと振り返りました。教会が一般のこう社会の中でね、何かこう伝道するということ以外にこう役割を果たしていくっていう、まあ、そういう発想がやっぱりあんまりなかったなと思うんですね。何か例えば教会でコンサートやったり、あるいはこう英会話教室みたいなのやったりしてもね、それ地域貢献というよりは、まあ、教会に来てもらうための、まあ、一つのきっかけっていうような、そういう発想の仕方だったんですよね。でも災害支援というのは、もうそもそも教会がないところでやったりするので、まあ、それをこう教会に来てもらうためのきっかけというふうに考えたのでは、こう成り立たない働きだったんですね。佐々木氏は大震災を経験しながらも被災地で牧会できることは恵みだと話しました。当時震災に加えて佐々木家では夫人のがん治療、娘の精神的病など多くの試練が重なっていました。震災に限らず、生きている限り苦難は誰にでもあり、逃れることはできないと佐々木氏は言います。しかしイエス・キリストという希望があると強調し、第二コリント一章四節のこうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですの御言葉にさらに強い確信を持ち、被災者に寄り添うことができる恵みを語りました。まあ、福音で語れる慰めとか祝福とか、まあ、割とこう一般的な言い方しますけども、まあ、それがもっとこう深みを持って感じられるようになったとか、あるいはこう困難な時にも神様の助けがあるよっていうことの意味合いがね、なんかこう災害現場でもちゃんと意味を持った言葉として言えるんだっていうことを、まあ、経験できたっていうのは、まあ、大きいかなと思うんですね。だからこういうすごいこうリアルに大変な世界の中で、でもやっぱり希望はちゃんとあるっていうことをね、こう、まあ、実感できたなっていうふうには思います。 NHK 教会防災ネットワークの皆さんはこの日東北被災地からの講演を通して、防災の必要性だけでなく、キリスト者にとって大切な教えに今一度気づかされ、またこのような教会ネットワークが地元にあることの恵みを実感していました。まあ、防災の備えということも大事だと思ったんですけれども、やっぱりその隣人として、まあ、隣人愛を示しながら、その先にこう福音を伝えるっていうかですね、なんかそういう、こう姿勢がその災害の時だけじゃなくって、こういつもやっぱりこう心がけてっていうか気をつけなければいけないんだなっていうのが分かってですね、なんかこう自分たちのそのやっぱりこう福音を伝えるっていうこのなんかこう姿勢とかやり方とか、そういったこともなんかこう改めてこう考えさせられるような、すごいいいお話だったと思います。東北の方で支援してたことがあるので、さまざまなお話が今の現在の話が聞こえることが本当に感謝ですね。まあ、いつも祈りの中にあるので、本当にこの働きがもっと広がって、こっちの東北の方でもネットワークができたように、こちらの方でもこういうネットワークができると今後のためにもなると思います。神が作られた尊い命が一人でも失われないために、教会が率先して震災に備えることは神の願いでもあるでしょう。